ロビン・ゴセンスは、ドイツ・エメリッヒ・アムライン出身のサッカー選手。アタランタ BC 所属。ドイツ代表。ポジションは MF。ドイツノルトベストファー練習のエメリッヒ・アムラインにて、オランダ人の父とドイツ人の母との間に生まれた。当時ドイツ7部リーグに所属していた、VFL レーデで,でプレーしていたところをフィテッセの関係者にスカウトされ、2012年にフィテッセの下部組織へ加入。 フテッセのトップチームでは出場機会こそ訪れなかったものの当時監督を務めていたピーターボスによって左サイドバックへコンバートされ2014年1月にエールステリビジの FC ドルトレヒトへレンタル移籍し昇格に貢献。翌2014から15シーズンには再びドルトレヒトへレンタル移籍し2014年8月9日の ヘイレンヘイエンでエールディビジ初出場を果たした。2017年6月、ヘラクレス・アルメロから、イタリアセリエへのアタランタ BC へ完全一席。移籍金は90万ユーロ。2019から20シーズン、全コンペティションの合計では38試合で10ゴール、8アシスト。2020から21シーズンは全、コンペティションの合計で44試合で12ゴール、8。 アシストとチームの躍進に貢献。FC バルセロナからの関心が報道される活躍を見せている。2020年9月、UEFA ネーションズリーグのスペイン戦で代表デビューを果たすと、2021年5月、UEFA ユーロ2020に臨むメンバーに選出された。ユーロ本大会直前に行われた6月7日のラトビア戦で代表初ゴールを挙げた。大会では、 グループリーグの第2戦、ポルトガルとの対戦で、相手のオンゴールを誘発する、クロス、さらにハフェルツの決勝ゴールをアシスト、自らもチームの4点目を決め、4から2での勝利に貢献した。ありがとうございます。